超党派の議員連盟がまとめた被害者らに対する補償法は先ほど参議院の本会議で全会一致で可決・成立しました法律は一連の訴訟に参加していない人が対象となり不妊手術を強制された本人に対し1500万円配偶者に対し500万円を補償するほか人工妊娠中絶手術を強いられた人に対しては一時金として200万円を支給します 支給には被害者側による申請が必要です法律が施行されてから5年を請求期限としますまた本会議では被害者への謝罪や差別の根絶を明記した決議も採択されています